エアボーンはオーストラリア出身のハードロックバンド。母国のビッグネーム AC、DC を彷彿させる骨太型ハードロックを展開している。フィンランドタンペレ公園、ウォーナンブール出身のオキーフ兄弟を中心に2001年頃から地元で活動を始める。2003年に拠点をメルボルンに移し、ハードロックバンド、エアボーンを結成。2004年にリリースした EP、 レディー・ツー・ロックなどが高い評価を受けて争奪戦の末、2007年に大手レーベル、ロードランナーレコード、母国では EMI と契約。同年にファーストアルバム、ランニン・ワイルドでメジャーデビュー。2008年、同アルバムが各国のチャートで上位にランクインし、最終的にイギリスのシルバー賞を獲得するなど各賞を受賞する。同年に初来日し、HR、 HM フェス、ラウドパーク08に出演。2010年リリースセカンドアルバム、No Guts, No Glory。2013年リリースサードアルバム、Black Dog Barking が、ベイビルボードチャート100以内にランクイン。2016年、ホースアルバム、Breaking, Out をリリース。2019年8月時点。